この前ですね、外国人労働者の数が200万人突破したなんてニュースありましたけれども、東京、千葉、埼玉、神奈川には、日本のですね、人口の3割がおりますんで、外国人労働者の数も200万人の3割、60万人いると、そんな計算になりますね。東京だけで言ったら10分の1の20万人がいるという計算になっております。このことに対してですね、自民党の武見さん、厚労大臣、がですね、労働人口の減少に対して外国人の労働力の確保は重要である、なんて発言しておりました。労働力人口の減少は、まあ、少子化によるものなんですけれども、この発言から自民党は日本人の人口維持を諦めて外国人を補充して手っ取り早く手当てしようとしているということが分かっちゃいますね。少子化対策の財源にって言って社会保険料を上げますよ、あれはどうなったでしょうか。少子化対策のため、少子化対策のためと言いつつ、国民からお金を取り、本当のところは人口維持諦めている自民党、私は本当にずるいな、悪いな、と思いますよ。そのうちですね、日本人の方が少数になって、日本が日本人の国でなくなってしまいます。私は安易な外国人労働力で補充する、というのに反対です。